こんにちは、オンリーです。もうめちゃめちゃ久しぶりのコンクラワールドに来てます。はい、ピストンの音うるさいかな。まあ、いや、このまま話します。コンクラを投稿してなかったのは、最近ドズルチャンネルの方でフォートナイトの動画に出させてもらってる関係で、1日1本ドズさんの企画のオンリー視点を投稿するとマイクラが取れないと。本当に1日を、まあ、全て YouTube につぎ込むことはまあ到底できないので、1日1本が限界になっちゃうんですけど、でなんでこのタイミングかっていうと、マインクラフト公式からのアナウンスがあった通り、ネザーアップデートが来るとの話です。溶岩に落ちる準備はいいですか？ネザーアップデートは日本時間の6月24日、今日が6月19日、あと5日後ですね。はい、5日後に投稿版ジャブ版同時にネザーアップデート来るみたいです。これに関してはマジで嬉しいけど、1週間オンクラで何をするか、ネザーアップデートまでにできることなんかしとこうかなと思ったんですけど、前回が2週間くらい前になっちゃうんですけど、2週間前に作った倉庫にアイテムを移動してないし、まあ、まだまだいろいろやることあるんですけど、ネザーアップデートが来たらね、とりあえずエンドラ倒しに行きます。オンクラのパートが今日で41かな、41だから50に行く。でもなんか9日でしょ、だから今日から1日1本投稿したとしても45か。キリのいいとこでエンドラ行きたいけど、まあちょっと準備も兼ねて、あ、どうしようかな、生放送でやろうかな、エンドラちょっとあんまり決めてないですけど、まあその辺はおいおいやってきます。とりあえずネザーアップデートが来るとのことなので、オンクラ再開したいと思います。再開というか、まあちょっと頑張って動画編集するしかないんですけど、フォートナイトの動画も上げつつオンクラも上げる、頑張るしかない、自分が頑張るしかないんで、はい、頑張ります。寝ます。でまあ今日なんですけど、何も考えてないですね。アップデートでいろいろ変わっちゃうかなと思ってるんですけど、このトラプターだったり、トラプターももしかしたら使えなくなったり、あとなんだろう、あとなんかデスポーンの関係もなんかいろいろ変わるみたいなので、そうだから動物園を作るっていう企画が一応昔あったんですけど、それに関しても全員に名前をつけないと、おそらくパンダとか連れてきてもデスポーンしちゃうみたいなことが起こっちゃうんで、で、あれ倉庫ですね。ちょっとマジであんまり気に入ってないですこの建物。そしてまだ中に物を運んでないっていう、軽くねチェストを置いたんですけど、あとこっちにもチェスト置きたいな。であとここは樽で行こうかな。チェストよりね樽のがワールドにかかる負荷が少ないって聞いたので、全部樽にしようかなと思ったんですけど、こっちはチェストでいいかな。今日ちょっとアイテム移動の回でいいかな。そうしますか。じゃ今日はアイテム移動したいと思います。でまあとりあえずチェストとかいろいろ置きたいんだけど、過去にやった原木1ラージ取るまで終われませんっていう生放送で手に入れた原木は全部使い切っちゃいました。あと44個かな、ここに手元にある44個だけになっちゃったので、こっちの植林場でまた気がかって、でタルトチェストと作ってアイテム移動しようかな。っていうかこっちにちょっと生い茂ってるので、こっちから取ってこう。いや、ネザーアップデートとうとう来ますけど、ネザー行ったらいろいろできること増えるっちゃ増えるけど、何からした方がいいんだろう。とりあえずエンドラ行きたいなと思ってるんですけど、あ、そっか、エンドラ行くはいいけど、エンダーパール早く集めないとダメじゃん。あ、でも簡単か。じゃあちょっと次回の動画はエンダーパール集めるにしようかな。エメラルドはね、もう本当に腐るほどあるんで、司祭さんか。そう、司祭からエンダーアイを大量にもらえば、あとブレイズロッドか。ちょっと剣とかも揃えて、ネザーアップデート来た瞬間にブレイズ狩りに行って、ちょっとテンポよく進みたいな。あとね、最近マジでフォートナイトが楽しいですね。本当に最近フォートナイトの動画しか上げてないんですけど、いや、フォートナイトとマイクラ、一日起きってなると、ロズさんの方で、まあ、ほぼ毎日フォートナイトが上がってるわけで、自分視点の動画が上がるのが遅れちゃうんですけど、まあそうなるとマイクラが上げられないっていう。いや、どうしようかな。
自分が2人いればいいけど、誰かに編集を頼むってこともちょっとできないっていうか、自分でやりたいんですよね。自分で編集した方が面白くなりそうだなっていう、ね、最近自分も編集をコツコツと覚え始めてきて、なんかしっくりきてるんですよね。まあ最近マイクラの編集はしてないけどね。自分基本なんていうのかな、ゲームをする時間は睡眠時間を削ってゲームしてるんですよ。それが多分当たり前だと思うんですけど。あべ、殴っちゃダメ。そうだよ、このワールド動物殴っちゃダメだから。そう、最近ペンちゃんとあれですね、エンドラ討伐したんですけど、その時普通に動物やってたのがなんか新鮮な感じしたんだよな。まだ見てない方は概要欄から。で、ちょっと明かりを確保したいので、こっちの村人さんからランタンもらおう。ランタンください。よーし、ランタン35個。よし、倉庫に戻ります。チェストを並べていこう。チェスト、まずここかな。待ってる。そう、天井が半ブロックだから開くっていう。はい、こっち側やったから反対側か。反対側にもチェストを置いていこう。ちょっと待って、あ、チェストも置けれた。やばいな、2回も一応チェスト置けるようにしようかなと思ったんだけど、相当多くなりそう。こんな感じでいいかな。ダサいかなこれ。こんな感じでこれでいいかな。こんな感じの照明しよう。ランタン置いていきます。よし、明かりはいいかな。こんな感じで、その次に樽置いていきます。樽どうしようかな。ここ通れるようにしたいんだよな。この太い柱いるかな。この1マスの隙間っていうのがあんまり好きじゃないんだよな。よし、ここ置いとこう。よし、一番上葉っぱだな。こっち葉っぱ忘れてる。よし、じゃあ反対側も同じように葉っぱ置いて、こっちも葉っぱいるのか。葉っぱ置いて樽。アイテム移動するのめんどくさいな。よし、でどこに何があるかっていう看板をつけようと思ったんだけど、このワールド牛の皮がまず全然手に入らないから、額縁がねちょっとあんまり作れないんですけど、額縁攻撃で手に入るけど、全部に額縁つけるのも絶対ワールド重くする原因になっちゃいそうだから、軽く看板をこの辺に、縦列同じものでここに看板みたいな、そんな感じにしようかな。この大木壊しちゃおう。でちょっとここを改造したいかな。ここにエンチャントテーブル置こうかなと思います。いや、この道マジで好きだな。自分この道好き。今からアイテム移動するのちょっとめんどくさくなってきたので、土だけ持ってきますか。土だけ移動させます。土いっぱいあんな。よし、まず土が入って右側この辺から入れていこうかな。土多分ね、山をね今後もいっぱい削っていく予定なので、はい、ちょっと長くなりそうなので来週かな、来週あたりにアイテム整理生配信をすることにしました。お楽しみに。ということで今日の動画は以上になります。今からもぼちぼち上げていくので、よかったら見てください。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。
ー。